PT 協会、PT 協会、PT 協会とは、地質年代区分の用語で、約2億5、100万年前の古生代と中生代の境目に相当する。古生物学上では、史上最大級の大量絶滅が発生したことで知られている。古生代最後のペルム期と中生代最初の三畳期の境目であることから、両者の頭文字を取って、 pt 境界と命名された。地質学では、時代境界を規定するために、新しい生物種の出現の時期を利用している。このため、地質学上の時代境界の地層と生物の大量絶滅時期の地層とは一致していない。つまり、大絶滅の時期を、地質学に基づいて厳密に規定すると、後期ペルム期大量絶滅とすべきである。ただし、 地質学者の間でもこの事件を PT 協会の大絶滅と呼ぶことに異論を唱える人は少な。一般に古生代の陸上生物は両生類や単弓類、中生代は恐竜に代表される爬虫類の時代と言われている。PT 協会ではこの交代の原因となった大量絶滅事件が起こった。ペルム期末に海中に住んでいた。 海生無脊椎動物は種レベルでの絶滅率は90%以上、82%除く半分のトガが消滅したと見積もられている。この中には山葉虫、古生代型産フズリナなど古生代に幅広く生息していた生物種が含まれる。脊椎動物では82%のトガが絶滅した。また、昆虫、植物などの陸上生物も たくさんの種類が絶滅した。絶滅した生物種は恐竜の絶滅で有名なケーピコグラム教会よりはるかに多くカンブリアキ以降で最大規模の絶滅であった。大絶滅の原因については手術の仮説が提出されているが今のところ地質学者の大半が同意するような明確な説はない。地質時代の年代分析については1990年代 以降新しい分析技術に基づいた研究が著しく進んだ。この PT 協会についてもそれまでは何百万年も続いた出来事だと考えられてきたが、1994年にスタンレーとヤンがペルム期末の絶滅が800万年から1000万年の間を隔てた2回の大量絶滅であることを発表し、さらに1996年にアメリカのノルが絶滅事件は 約2億6000万年前と約2億年前の2回起こったとサイエンスに発表した。最初の2億6000万年前の事件は、ペルム期中期に相当するガダルピアン用の末期に相当するが、海水準が突然低下し、多数の海洋生物が絶滅しとされており、陸上生物についても環境変化による大量絶滅があった。2番目の事件が古生代の生態系が壊滅した。 破局的な大量絶滅に相当する。二番目の本来の大絶滅事件については中国南部のバイさ山にある当時の省の地層に挟み込まれた複数の火山灰の分析から2億5160万年前に突然絶滅が始まり続く100万年で大絶滅が起こったと想定れている。この年代値は中国のバイさ山とそこから1 0 0 0トル離れた中国構成。 相続自治区にある PT 境界層で同じ値が得られている。ハイジューン・ソング他による研究では、この絶滅イベントは、ペルム期末と三上期最前期の2回に分かれ、前者では、大半の浮遊性及び若干の低生生物を中心に56.5%の種が絶滅し、後者では、残ったうちの70.9%の種が絶滅したと結論付けている。 海洋生物の多様性の推移について、1980年代にシカゴ大学のジャック・セプコスキが海洋生物のトガが化石として最初に現れてから最後に消えるまでを記した一覧表を作成した渦灰色の部分。その結果、約2億5000万年前に最も大きな大量、絶滅が起こっていることが判明した。セプコスキは、 海洋生物の進化道の3種に分類して、おのののガがの象徴を記録した。カンブリア型進化動物賞は山ム虫に代表される最も古い動物賞で、ペルム期の前の石炭期にすでに大幅に衰退していたが、ペルム期末にすべて絶滅した。古生代型進化動物賞は、ペルム期当時の浅い海で最も繁栄していたそうで、有関節湾足類、古生代型サンゴ。 アンモナイト、ウミユリ、レース状コケムシ等であるが、PT 協会で72%のトガが絶滅した。現代型進化動物上は2枚貝、複足類、甲殻類、甲骨魚類、軟骨魚類であるが、下レベルでの絶滅率は27%であった。以下分類群ごとに解説する。ガダルピアン松の絶滅では、 海水準の急激な低下により当時のかなりの旋回が干上がったことが判明しており、このため旋回中において分布域の狭い属が大きな打撃を受けた。PT 協会においては分布域の大小による影響は少なかったが、大絶滅によって小を形成する生物が死滅したため、全地球的に小が死滅し、小において石灰岩のような炭酸使用岩の生成量がほとんどゼロなった。 PT 協会における生物種の絶滅度の違いを分析したバンバックとノールは、石灰化した殻を持ち、エラを持たず、細胞が直接酸素を吸収する循環器系の弱い動物類が絶滅の影響を強く受けたと判断た。何らかの要因で水中の酸素が減ってに酸化炭素が増えると、この種の生物は酸素を体内に取り入れることができなくなって死滅したとされている。 エラを有し、活動的な循環器系と高い代謝率を有する動物、当時の軟体動物や節足動物や脊椎動物は絶滅の影響が比較的少なかった。PT 協会の前段階であるガダルピアン松の絶滅では、エラのない代謝の低い生物族の65%が絶滅したが、エラのあるグループの属レベルでの絶滅率は49%であり、 PT 協会では、全者のく単位での絶滅率87%に、大志校舎の絶滅率は38%であった。陸上の動物においてもペルム期末に2段階の大量絶滅が起こった。古生代は、タクリ林のシダ類、日陰のカズラ類及び、木本シダが繁茂していたが、中生代には、新葉樹、胃腸、ソテツ鉄及び原生シダに置き換わった。 古生代の石炭期から続くペルム期の地層には石炭が大量に埋蔵されているが PT 境界を境に石炭が突然なくなる。これは全世界的に同時に起こっており南極、オーストラリア、インド、中国などで確認されている。厚い石炭層が再度出現するのは中期三畳期の終わりもしくは後期三畳期からである。石炭の消滅の原因については 石炭の元となるデータンが生成する湿地帯が長期にわたる気候変動、温暖化等で消滅したとも考えられるが、全世界的に一斉に石炭が消えていることから気候変動だではなく湿地帯に生息していた植物類が消滅したと考えられている。また PT 境界を境に平野部の河川の流れ方が急激に変わったことが知られている。 ベルムきの湿潤な平野部の河川は現在と同様に、蛇行しながらゆっくり流れ、流域にはデーガ岩が多く堆積していたが、PT 境界を境に突然デーガ岩が減り下岩や、液岩が出現する。また、河川の流れ方も蛇行が減って猛状に流れるタイプに変わった。これは、PT 境界において、流域の植物が壊滅的に減少して土壌がなくなったこと、気候がより温暖。 乾燥化したことによる、雨水による侵食が激化したためと考えられている。この突然の変化は、南アフリカ、オーストラリア、ヨーロッパ、ウラル山脈の南部、インドなど世界各地の PT 境界の地層で確認されている。2.5億年前、地表に存在するほとんどすべての陸地が一箇所に集合して、超大陸パンゲアを形成した。 パンゲア以外の地表は一つの大きな海パンサラッサとなった。なお、パンゲア大陸内部の地中海として、テチス海が存在した。それまでいくつも存在していた大陸と海洋が一つずつに減ってしまうことによって生息環境の多様性が減り、生物多様性が減少したことで種の数が減る可能性がある。この場合の生物種の減少は長期的。 数百万年から数千万年程度なものになると考えられるが、PT 境界においては大量絶滅が100万年以内に発生していることから、超大陸の形成と絶滅の関連性は小さいと考えられる。1992年に過去6億年間で最も大きな火山噴火の一つとされているシベリア洪水原部岩、シベリアトラップの噴出が PT 境界と、 同時期に起こったと発表された。シベリア洪水源部岩は、現在残っている面積は、日本、約38万平方キロメートルの約2倍の67万5千平方キロメートルであるが、元の範囲の推定値は拡大し続けている。火山活動は1000キロメートル以上離れた、少なくとも4カ所の独立した、中心地を持ち、 溶岩はアメリカ全土約963万平方キロメートルの面積に近い700万平方キロメートルを覆い、噴出総量は400万立方キロメートルと推定されている。火山活動の中心地の一つ、シベリア北西部のリリスク地区は溶岩の厚さが3700メートルあるが、ここの溶岩をアルゴン年代法で分析した結果火山活動の 開始2億5000万年前、プラスマイナス160万年であるとされた。また同じ地区の溶岩をウラン、鉛年代測定法で分析した結果、噴火年代は2億5170万年前、プラスマイナス50万年から2億5110万年、プラスイナス40万年とされている。すなわち、生物の大絶滅と同時に起こっており、PT 協会の大絶滅の重要な原因と、 考えられている。現在見られる玄武岩質溶岩の噴火は、ハワイのキラウエア火山噴火のように比較的穏やかで、火山灰を清掃圏まで吹き上げるような爆発的な噴火ではない。シベリア洪水玄武岩も大部分はそのような噴火であったと考えられるが、一部においては非常に爆発的な噴火を起こしたことが確認された。すなわち、 揮発成分を多く含みマントル深部から急速に上昇したとされ、またダイヤモンドのボガンでもある、キンバーライトパイが、タイミル地方東部で確認されている。火山の噴火による環境への影響は、下記のものが想定されているが、実際に、どのような環境変化が生物を大量に、死滅させたかは確認できていない。 世界各地の PT 協会の地層から大量の硫化物が見つかっていることや、中国バイサ山の PT 協会の地層から、マントル由来のストロンチウム同位体の顕著な増大から、シベリア洪水源部岩と PT 協会の大絶滅が同時進行であったと推定される。なお PT 協会の前段階である、ガダルピアン末の大絶滅において、中国雲南省にある、 洪水原部岩のガビ山巨大マグマクとの同時性が検討されている。この洪水原部岩はシベリア洪水原部岩より規模はかなり小さいもので、年代分析ではガダルピアン末の大絶滅と重なる数字が出されているが、両方の事件が同時に正規したという確認は取れていい。スーパーアノキシア、スパーナキシイヤ、超酸素欠乏事件とは PT 協会で起こった。 大規模な海洋を無酸素事変である。世界の各所に産出する当時の海洋起源の堆積岩、霊岩やチャートなどの研究ら、約2億後、100万年前の前後、約20000にわたって海洋が酸素欠乏状態にあったことが判明している。地球史上では、約100万年程度の酸素欠乏事件は何回か発生しているが、全海洋規模かつ、約2 レーレ,レレレレレレという長期間にわたる酸素欠乏が起こったのは PT 協会のみであった。スーパーアノキシアは PT 協会の前段階のガダルピアン末の大絶滅と同じ時期の2億6000万年前始まり、最盛期は PT 協会に一致している。最盛期にはその前後の地層にふんだんに見られる放散中の化石が全く消滅しており、 太陽の表層でも大量絶滅が起こっていたと考えられる。PT 協会における酸素欠乏については、大絶滅により光合成を行う生物が極度に減少した結果、海洋中の酸素が減少したという考え方と、何らかの原因で海洋が低酸素化した結果、呼吸できなくなった生物が大量に死滅したという二通りの解釈がなされている。 県生代の海水準の変化は主に気候が影響している。すなわち氷河期には大量の水が氷床として陸上に固定されるため海水準が低下し温暖化によって海水準は上昇する。急激な海水準の低下は旋回に住む生物の生存に打撃を与え絶滅の原因となる。古生代の石炭気候期からペルム期中期にかけて地球は 寒冷な氷河期、ゴンドワナ氷河時代であった。パンゲア大陸の南部を形成するゴンドワナ大陸が広い範囲で氷床に覆われた。これらのことから、1980年代までの研究では、PT 協会の大絶滅の原因として、海水準の低下を指摘する説もあったが、1990年代以後の中国南部や他の地域での研究結果から、 PT 協会の五十万年前から海水準は上昇しつつあったとされている。PT 協会の大絶滅と同時に地上や海中において堆積した炭酸沿岸中の炭素同位体比が急変したことが確認されている。地球の炭素は質量数十二の C と質量数十三の C が約九十九一の比率で存在しているが、この炭素同位体比率を測定すると 空中の二酸化炭素、生物体内の有機物など存在する場所によって微妙に異なっている。地質年代に起こった出来事を分析するのにこの炭素、同位体比を比較する方が最近重要視されている。同位体比は標準物質の C 比率との偏差の旋分率、パーミルで表され、一般にデルタ C と表記される。同位体比が変化する原因は生物活動による。 光合成生物が大気中の二酸化炭素を固定する際に C をより多く取り入れるため植物や植物を食べた動物のデルタ C は元の二酸化炭素より低い値マイナス20からマイナス25%パーミルを取る生物が死後分解されず日中に埋没するとその分だけ大気の C が減ってデルタ C がプラス側に推移する生物の死骸が変化してできた石炭 石油、天然ガス、主成分はメタン、メタンハイドレート等のデルタ C の値も大きなマイナス値を示す。海洋で堆積する石灰岩は科学的に堆積したものも生物活動に由来するものも大気中の二酸化炭素を原料として作られるため、石灰岩のデルタ C の変化は大気中の二酸化炭素のそれを反映している。 ペルム気候期の石灰岩のデルタ C はほぼ3から4パーミルで安定していたが PT 境界で急激に低下しマイナス2パーミルの値を取り三畳気諸島に0から1パーミルまで回復するこの変動のピークは2回あり急激な変動の期間は約16万年と見積もられているこの急激なデルタ C の変化は大気中の二酸化炭素の変化を示すもので必然的に 地球全体で同時に生起した。海中以外でも陸上の PT 境界の地層に同様の変動が記録されており大絶滅が地上でも同時に起こったことの証拠とされ、また PT 境界の地層を特定するための指標として使われている。この急激なデルタ C の低下の原因については、生物起源の有機物の空中への大量放出や光合成生物の激減による 炭素分別の停止などが考えられる。今まで下記のような仮説が提出されているが、どの仮説も決定的な証拠は出ていない。恐竜が絶滅した事件であるケピコグラム協会においては、巨大な隕石が落下したことが確実視されつつある。巨大な隕石が地球に落下した場合の環境への影響は大きく。 大絶滅を起こしうるため PT 協会においてもクレーターの探索が行われており、オーストラリアや南極において巨大クレーター発見の報告がなされている。巨大隕石が地球に落下した K ピコグラム協会では次のような現象が確認されており、生物が大量に死滅する状況を表している。4項目目目以降については確認されていない。地球外物質の落下が PT 協会の大絶滅の直接原因となった可能性は今のところ高くない。過去の全ての大絶滅事件の後には絶滅した生物種に代わって次世代の生物が繁栄して生物多様性が回復した。例えば K ピコグラム協会では恐竜に代表される大型爬虫類のほとんどが絶滅した後数十万年で哺乳類や鳥類が多様性をもたらした。 PT 協会において生物多様性の回復は非常に遅れ400万年後においても種の数が回復せず本格的に回復したのは約1000万年後である。生物多様性の回復が遅れた原因は PT 協会後も引き続き地球環境が生物の生存に対して厳しい条件にあった可能性が考えられる。アメリカのテキサス州のペルム紀の海洋地層では 定性生物数、畜産、そのうち巻き貝が数百種が確認されているが、ユタ州の砂岩、石灰岩自体で採取される大絶滅後の三畳紀初期の地層には、定性の生22属、巻き貝化石の種類は9から10種類しか見つかっていない。また、世界各地の三畳紀初期の地層には2枚以外のクラライアやワンソク類のリンギュラのみが、 数百万以上が溜まって見つかる場合もい。この2種類は通常は低酸素条件下に生息する生物で、当時の旋回は引き続き低酸素状態であった可能性が示唆されている。さらに蒸気、スーパーアノキシアが PT 協会後も約1000万年間継続していることと整合している。またクラライアやリンギュラの同一種はユタ州、北イタリア、イラン、中国南部、 日本でも三畳期初頭の化石の死体として確認されており、この期間は種の多様性が著しく低下していた。クラライアやリンギュラは他の生物が出現し始める前期三畳期の終わりには稀にしか見つからなくなる。ストロマトライトは原生代に繁栄した微生物群集によって構築された堆積岩でありカンブリア期以後姿を消していたが、三畳期。 初頭の海洋で広範囲に分布していた。ストロマトライトは現在でも、オーストラリアのシャークワン等で見ることができるが、捕食者に対する防御に欠けるため他の生物が生息できない条件で生きている。この三条期初頭のストロマトライトの化石が、ドイツアメリカ西部、トルコグリーンランド、中国南部、イラン、日本で見つかっており、400から500万年の間旋回で繁栄していた。 この期間の海洋において、ストロマトライトを捕食する生物が激減していたと考えられる。蒸気のように前期三蒸気の地層からは、今のところ石炭が見つかっていない。石炭の元となる、泥炭地の植物が激減したと思われる。オーストラリアの三蒸気諸島の地層からは小さい、水ニラ、背の低い日陰のカズラ、シュシシダ、トク少数の針葉樹が見つかっている。 特に、水ニラ類のアイソエステは13の新種が、前期三畳期の湿地、氾乱源、砂漠などに広がった。当時熱帯に位置していたヨーロッパでも水ニラは、日陰のカズラと共に、主要な植物であった。これら前期三畳期に、特有な植物から中世代を代表する、新葉樹に植生が変わるのは、オーストラリアと、ロッパでは、中期三畳期の初め、中国では、 中期三条期の後半であった。岐阜県各務原市と愛知県犬山市の県境、岐阜県大垣市赤坂、京都府福知山市、徳島県天神丸、高知県野町、愛媛県東上郡白川町、大分県津久美市佐伯市、宮崎県西臼杵郡高千穂町へ村にある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。